どうも花も人間も咲く咲かないは自分次第バトナイスのアですおっしやすえー、今現在12月31日のえー、PM2 時50分ですまあなんで20221231えー、PM250 って感じで えー、ちょっとですね、あのー、いつも、えー、12月31日から1月1日の年越しの、あのー、三四郎さんの ANN、えー、で毎年もうここ3回ぐらいですかね「あのー、夜回り先生」っていうので夜回らせていただいててもうすごいありがたいことに。 ちょっと今年まだオファーの連絡がちょっと遅れてるみたいでえちょっと今え来てないっすねまだちょっと来てないっていう状態でえまあ夜にあのウィンチケットさんのミッドナイト競輪っていうのに出る手はずになってるんでまあそれまでに来るか まあ、遅くてもそれ中には来るかっていう感じでは踏んでますもしかしたらもうメールとかじゃねえもう口頭とかで来ちゃうかもってことで一応もう支度は始めてるんすけどまだオファー連絡は。 来てない状態でまあでもまあ来るんで来るもんはじゃあどこで来るかっていうだけなんではいもしかするとそのウィンチケットミッドナイト競輪と三四郎 ANN のスタッフさんがもうなんか一緒なのかな半分ぐらい一緒なのかなで競輪終わりで、まあ、ロケバスみたいなので ANN そのまま行くみたいな。 流れとかにもなるかもって感じではいちょっとまだ段取りとかはついてないんですけどまあえー、どっちもチェックしてくださいうんそうっすねじゃあ、えー、そうそう、身支度始めちゃいます まだ来てねえよなはい、来てないっすねはいまあ来るっすねこのあと来るんで、えー、もしかしたら競輪まあ遅くても競輪の生配信中に来るかもう終わりで口頭で言われるかってかどっちかなんでまあどっちもチェックお願いしますはいえと、ー、いうことでえー、いよいよ年を。 身自宅します